物質文明が頂点を極めた20世紀、確かに私たちの暮らしは便利で豊かになりました。しかしそれはさらなる欲望を呼び起こし、ある面で20世紀は拝金主義とニヒリズムを助長させる時代ともなりました。今日登場した大富豪でさえ幸せをつかんだ人もいれば、かえって不幸なうちに人生の幕を閉じた人もいました。一体お金とは何なのか。アンドリュー・カーネギーはこう言っています。お金が人間を堕落させるのではない。儲けるためだけに儲け、貯めるためだけに貯めようとすることが人間を堕落させるのである。アンドリュー・カーネギー。